命で文章目の先を書いていくのですが、今日はここから書いていきます。筆の持つ位置をいろいろ変えて書いていきます。少し質を持って使っていきましたが、次はですね、左払いの問題があって、少し上を持って、書いてみます。はい、直線。上を持てば自由度が増します。こう持ってしまうとこの範囲でしか動かないんで、小さい中学にはいいんですけど、この場合の自由度ならばやっぱりある程度上の方がいいんですが、細かいコントローラーが効かなくなるので一長一短。先行きます。
さって払うのか、押すようにして、こう、のみで削るように引くのかによっても、線の質を変わってきます。引くのか押すのかっていうね、っていう問題もあります。でなおかつ立てるのか寝かすのか、で上を持つと、もうこういう今まで結構実寸大の最中でこう描いていましたので、で手を押さないために傾けて側筆でこう描いて、中国人がもっと立てて持てというねクレームあったりして、動画の撮影上便宜的にっていう説明もしたりもしたんですけど、カメラの位置があるんで、本当はこう描きたくないんですよね。この位置で描きたいんですよね。これ動かすの嫌なんで、こういうことになるんですけれど、そうすると腕の傾きだとか線の質だとかですね、こういろいろ褒めてくださる方がいます。結局動画の撮影って非日常なので、限界があるんですよね。カメラが回ってないところではいろんなことやってるんですけれども、撮影となるとですね、自由度が全然ないんですよね。だから本当はこれもですね、実はカメラがここの位置にあるんですけれども、ちょっと邪魔になるぐらいでこう描きましょうか。本当はこうしたいんですよね。見えないと思います。っていうぐらいに本当はしたいんですよ。だけどカメラに映んないってね。
まあ、予約はしています。カメラをあえて横からにしてみたり上からにしてみたり、難しいですね。ここで書いてるのと手前で書いてるのやっぱり条件違うんで、それも含めたことはカメラの位置とか照明だとか時間があればね、本当編集したりとか、だけど一気で書いてるところ切ってつなぐっていうのは一連の作品流れを断ち切るので、それは適切じゃないと思って私はあえて、動画撮影で編集ってしないんですよね。まあそれもね、ちょい言ったんです。結局完璧はないので何かを優先させれば何かが犠牲になって、それを承知してご覧いただければと思うんですね。こうやって文章名の作品をこうやって書いてますけど、ここから結局何を学ぶかですよね。だから見えた通りに書きました、はい、おしまいでもなくて、じゃあここから何を学ぶのということですよね。それは見てる方がそれぞれいろんな思いでご覧になったと思うんで、なるべく私は言わないようにしてます。細かく説明する動画もあるんですけれども、それはそれとしてで、できるだけ喋らないでただ書いてるのを見せるというのとね、使い分け、まあ、見る側もそうやって、見てもらえればと思います。今回はここまでにして、この続きまだまだね、もう少しあるので、また次回以降1、2、3、あと3、4回ぐらいで5分長編のね作品、この大きい方のは一段落するかなと。他の作品も書いていきたいので、まあ今でね、いろいろやっていきたいと思います。今回はここまでにします。ではまた、ぜひチャンネル登録お願いいたします。よかったら高評価ボタンを押していただいても構いません。高評価ボタンの話今までしてなかったんですけどもね、まあ、見ていただければということで思ってはいたんですけれども、今回はね、その筆を傾ける、立てる、下を持つ、上を持つね、ここここ、こう押すのか引くのか、押しながら払うのか引きながら払うのか、こう引く、こう傾けるのか、こう引っ張るのか、押すのかで、こう斜めにして普
太い線で引くのか、立てて細い線で引くのか、まあ、いろいろ全部私はありだと思ってます。でこうすべきだっていうふうに狭めてしまうとね、可能性が狭まってしまうんで、あんまりあれこれこれが正しいこれが違ってるっていうふうにしない方がいいというのが私の考え方なんで、まあそれはそうじゃないよという意見ももちろんたくさんあると思います。その方がそういう意見の方が多いというのも承知しています。今回は以上です。